君に言葉をかけたくてもうまい言葉が見つからない。だって俺キサさんとこういうことすんの毎回ドキドキしてるんですけど。涙、玉依姫の力を利用したいと思う奴は腐るほどいる。っていきなり呼び捨てかよ。おお、さすが作家だな。的確なご意見。でもこう見えて俺一途なんだかな。旦那様って相当クロード好きだよね。背景入ってないのよこせ。指定も俺がやるから、お前は自分の作業に集中しろ。デッサイズって死神が持ってるっていうあの？早く新しいメガネ欲しいな。1775年ブリストル出身、小説家を目指している青年です。ミツルも元気にやってるぞ。今はババ様のところだ。俺の幼馴染はハトリで、ユウは中学からの同級生だよ。ごめん、その日打ち合わせがあるんだ。遠方の作家が上京してくるんだ。完成原稿が10枚、真っ白いのが7枚、背景が入ってるのが15枚、8時がデッドだ。